こんにちは、久保です。セミナーに参加するだけで1万円から2万円もらえるというね、そういうふうなポイントサイトを見つけたんですよね。今回そのポイントサイトについてはここだよってことはちょっと申し上げられないんですけども、その不動産セミナーに参加すると何が起きるかっていうと、まあ当然ですけども1万円とか2万円のキャッシュはいただけるんですよ。その不動産セミナーに参加しただけですよ。ただ参加するとですね、面談が必須なんですよ。面談っていうのは要するにいい形だけで、どちらかというとセールスなんですよね。そして参加にはあらかじめ申し込みフォームを入力する必要があるんですけども、そこである程度の人は落ちます。どういう人が落ちるのかというと、不動産担保の融資に満たない方ですよね。でからくりっていうのが、融資付きのワンルームマンションの不動産の購入なんですよ。どういうことか分かりますかね。1万円とか2万円もらえるというその、メリットにつられて参加するとワンルームマンションの投資案件のセールスを受けなくてはならないってことなんですよ。しかもこのセールスが結構きついんですよね。で、銀行の融資もついてますよっていうふうになってますんで、ほとんどの方はね、これ面接受ける方ってのはほとんどの方は銀行の融資通るんですよ。でマンション購入することになりますけども、そのマンションってのは要するに賃貸用ですから、誰かが住んでいただかないと、まあ銀行の返済がね滞るわけなんですよね。そしてほとんどの方がこれ滞るんですよ。なぜならそのワンルームマンションの家賃設定が高いからなんですよね。これが何がいるかっていうと、まあほとんどね、強引と言いますか、詐欺と言ったら言い過ぎなんですけども、強引な手法なんですよね。ワンルームマンションが余っていると。これを掴ませて利益を上げようっていう業者さんの組んだスキームなんですよ。まあですんで、こういう不動産セミナーに行くと、確かに1万円、2万円もらえるんですけども、相当な意思を持って断らないと、もうね、あれよあれよという間に契約させられてしまうんですよ。時にはね、ちょっと恫喝めいたことまで言われてしまいますね。それで怖くって契約してしまうということになりますけども、契約したらアウトなんですよね。まあすごく巧妙ですんで、皆さんご用心ください。これね、ポイントサイトでも有名じゃないところに結構これがあるんですよ。それからアフィリエイトで集めてる方もいらっしゃいますんで、まあご用心ということですね。参加すれば1万円、2万円もらえるってもののほとんどは、こういうことになってるんじゃないかなと思います。今はね、参加しただけで、その万の金額がいただけるようなね、そんなポイントバックってのはなくって、まあ、せいぜい2000円とかなんですよね。だから2000円、3000円なら、不動産のセミナーであっても、ただ話を聞くだけで資料を受け取って帰れば、後でアンケートが来るとかね、それから電話営業が来る程度だと思いますんで、積み分けてご利用ください。ポイントサイトを利用してね、お金を稼ぐっていうのは別に悪いことじゃないですけども、今はそんなにね、たくさんは稼げないです。ポイントサイトをいっぱいいっぱいいってもね、それをやる時間の方が、手間の方がちょっともったいないぐらいですから、まあ、それをやるぐらいだったらね、ポイントサイト巡りの YouTube でも上げた方がいいんじゃないかなと思うのが私の考えです。それでは今回は以上です。